今日は所得税及び復興特別所得税、市県民税の申告について課税課の村上さんにお話をお伺いします。村上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは初めに所得税及び復興特別所得税の確定申告会場について教えてください。はい、2月16日金曜日から3月15日金曜日まで所得税及び復興特別所得税などの確定申告会場を設けております。会場はイオンモール新居浜2階のイオンホールで、受付時間は平日午前9時から午後4時までです。会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は午前8時30分から B 入り口横タクシー乗り場前の特設入り口前で当日配布されるほか、国税庁公式 LINE での事前発行も行っています。なお、混雑状況により早めに受付を締め切る場合があります。また午前10時まで B 入り口横タクシー乗り場前の特設入り口以外は入場できません。新居浜税務署には確定申告会場を設けておりませんのでご注意ください。ではインターネットでの確定申告の仕方を教えてください。はい、パソコンやスマートフォンで国税庁のホームページにアクセスすれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。作成した申告書はそのまま国税電子申告納税システム e-tax を利用して送信できるほか、印刷して郵送などで税務署に提出することもできます。またスマートフォンなら時間・場所を選ばず申告書を作成できます。このため、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの感染症対策にもつながります。国税庁ホームページのタックスアンサーにはよくある質問への答えも掲載されていますので、ぜひご利用ください。それでは次に市県民税の申告方法について教えてください。はい、今年の市県民税の申告書は2月上旬に発送を予定しています。申告の受付は2月9日金曜日から始まります。2月9日金曜日より前の期間については、給与や年金の収入データを登録する期間となっていますので、申告をご遠慮いただいております。ただし、転出、市外への引っ越しや入院を控えているなどの理由で前もって申告を希望する場合は、市役所課税課へお越しください。市県民税の申告についてはご覧の通り、2月9日金曜日から市役所や各公民館などに申告相談会場を設けております。各公民館の日程でご都合が合わない場合は、3月1日から3月15日までの平日の9時半から11時半13時半から16時までの間で市役所2階21会議室にお越しいただくか、郵送での申告をお願いします。お住まいの地区以外の公民館での申告はご遠慮ください。どの会場も駐車台数が限られていますので、なるべく徒歩か自転車でお越しください。申告会場での感染症対策のため、申告当日体調が優れない方、発熱や咳などの症状がある方は来場をご遠慮ください。
市県民税申告に必要な書類など準備するものを教えてください。はい、市県民税申告に必要なものは大きく分けて、収入に関する書類、所得控除に関する書類、印鑑、個人番号カード、身元確認書類などがあります。まず収入に関する書類です。給与や公的年金の収入がある方は必ず源泉徴収票を持参してください。給与や年金が複数ある場合には全ての源泉徴収票が必要です。営業、農業、不動産所得がある方は決算書や収支内訳書、帳簿類を持参してください。その他の所得がある方は収入と経費が分かる書類を持参してください。次に所得控除に関する書類です。社会保険料控除は申告の際に支払い証明書や領収書など支払いを証明するものが必要です。国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険、健康保険組合などへの支払い済みの保険料が対象です。必ず持参してください。給与から直接支払っている社会保険や厚生年金、年金から特別徴収されている介護保険料や国民健康保険料、または後期高齢者医療保険料は本人以外の人の控除にはなりませんのでご注意ください。生命保険料控除や地震・旧長期保険料控除を申告する方は必ず保険会社からの証明書を持参してください。医療費控除を申告する際には医療費控除明細書または医療費通知の添付が必要です。医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を合計して記入した医療費控除明細書または医療保険者等が発行する医療費通知を必ず持参してください。また医療費控除の特例を申告する際にはセルフメディケーション税制の明細書の添付および人間ドックやがん検診など一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付または提示が必要です。セルフメディケーション税制の明細書には薬局などの支払い先、医薬品の名称、支払った金額などを記入してください。なお、いずれの明細書にも保険会社から補填された保険金や高額療養費があれば必ず金額をご記入ください。障害者控除を申告する方は本人または被扶養者の障害者手帳または障害者控除認定証を持参してください。その他必要なものはありますか？はい、市県民税の申告には辞書もしくはスタンプ式以外の認め印が必要です。また個人番号カード、マイナンバーカード、個人番号カードがない場合は身元確認書類を持参してください。身元確認書類は運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの公的証明書をご提示ください。顔写真付きの公的証明書をお持ちでない場合は公的医療保険または介護保険の被保険者証や年金手帳などを2点以上ご提示ください。次に市県民税における令和6年度税制改正にはどのようなものがありますか？はい、令和6年度市県民税の主な税制改正は森林環境税及び森林環境譲与税の創設、
特定配当等及び特定株式等譲渡所得の課税方式の統一、国外居住親族に係る扶養親族の見直しの3つです。はじめに森林環境税及び森林環境譲与税の創設です。森林環境税は令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを使って国税として1人年間1000円が付加徴収されます。その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。なお平成26年度から個人住民税の均等割に1000円を加算していた復興特別税は令和5年度で終了します。次に特定配当等及び特定株式等譲渡所得の課税方式の統一についてです。特定配当等及び特定株式等譲渡所得は所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能となっていましたが、令和6年度より課税方式を所得税と住民税で一致させる改正がなされました。これにより所得税で特定配当及び特定株式等譲渡所得を総合課税あるいは分離課税で確定申告すると個人住民税も所得税と同じ課税方式で申告したことになります。次に国外居住親族に係る扶養控除等の見直しです。令和6年度より年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は1から3のいずれかに該当しない限り扶養控除の適用対象から除外することになりました。1、留学により非居住者になった人、2、障害者、3、扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人、国外居住親族について扶養控除の適用を受けようとする居住者はその国外居住親族の年齢などの区分に応じて親族関係書類や送金関係書類など必要な確認書類をすべて提出または提示する必要があります。ご不明な点は税務署や課税課にお気軽にお問い合わせください。今日は所得税及び復興特別所得税市県民税の申告について課税課の村上さんにお話を伺いしました。村上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。義援金ご協力のお願い。令和6年能登半島地震により被災された方々への支援のため、市役所、公民館、交流センターで義援金を受け付けています。お問い合わせは危機管理課電話651282まで。ご協力お願いします。